おはようございます。関根和夫です。お元気ですか？ちょっとだけ時間ができたので、ジャズシンガーでピアニストでもあるニーナ・シモンという人についてのドキュメンタリー映画を、見ました。パソコンで見たんですけど、ネットでですね。私は以前彼女が歌っていたビートルズの曲がとても好きで、音源を探したんですけれども、当時は見つからなかったんですよね。で、この映画を見てその理由がなんか分かったような気がしました。かなりその精神的なアップダウンといいますか、生活の上でもかなりのアップダウンがあったんだなということが分かりました。ニーナ・シモン、聞いたことありますか？この人は黒人の方ですけれども、4歳からピアノを弾き始めて白人の教師に習うと。しかし人種差別の標的となって大学は不合格になります。しかしそのピアノと歌の天才的な表現能力は世に知られるところとなり、一躍スターになっていく。しかしその時代に彼女が経験した人種差別に対するこう痛みといいますか、で、またそのちょうどキング牧師の暗殺に端を発した公民権運動の過激化ということにも、まあ触れて、どんどんそっちにのめり込んでいって、かなり過激な歌を書いて歌うようになるんですね。で、そのことが理由で公演とかレコード制作もキャンセルが相次ぐことになる。で、彼女の怒りとか憤り、劇場というのはもう収まらずに、極度のその躁鬱症状というのが現れるようになってきて、まあ結果的に結婚生活は破綻し、彼女はアメリカを脱出してリベリアに移住すると。で、まあ、そこで生活を楽しんでいるように見えたんですけれども、病気は実はとてもこう深刻な方向に進んでいて、その後フランス、オランダと住まいを変えるんですけれども、まあ、オランダに移った時、音楽仲間でもあった友人がお医者さんを紹介してくれて、そして薬を処方されて、少しずつステージに戻れるようになっていくと。で、最終的にはやっぱりアメリカには戻らないでフランスで生活をし、そこで死を迎えるんですね。70歳の生涯です。で、このドキュメンタリー映画の中では彼女の日記などがところどころでこう紹介されるんですけれども、自分でコントロールできない感情のアップダウンの中で彼女がどれほど苦しんでいたのかということが、まあ、わかるんですね。彼女が亡くなる前の 数年間に様々な賞を受賞して、自分を不合格にした音楽大学からも名誉学士号を授与されると。で、その彼女が歌っている姿、あるいはピアノを弾いてる、あるいは弾きながら歌う姿を映像が映し出してるんですけど、何かね、こうピアノと歌の不思議な調和っていうか、歌詞から音が出てくるのか、音が歌詞を生み出しているのか、よく分からなくなるようなこう一体感があるんですよね。で、それはボブ・ディランなんかを見ていても、なんか同じような感じがするんですけれど、とにかく音楽の深さとか、天才的な技術、とどまることのないその歌詞の流れと、言葉と音の一体化っていうか、まあ、もともと彼女はバッハを弾きたいってこうね、思っていたらしいんですが、まあでも、そういう、なんて言うんでしょうね、やっぱり天才的な音楽家としての芸術性の高さというのは本当に見ていて、なんかすごいなとこう、もうなんか、なんて言うんでしょう、驚かされるんですね。で、ただし、そのアーティストとしてはそれに加えて、プロモーターとか観客の期待に応えるための努力とか、本当の自分がどこにいるのかわからないような中でのこう自己探求というかね、そういうのをこう常に繰り返している生活の精神的な負担がどれほど大きいかということを、なんかこのビデオから考えさせられたんですね。彼女はまだ少女時代、どこに行ってもそのピアノ弾いてみてよとか、歌聞かせてよと、まあ、そればっかり言われて、自分とは一体何なんだろう、誰なんだろうと。自分の人生はただピアノ弾くだけ、歌聞かせるだけのものなんだろうかというようなこう問いかけをするわけですけどね。で、結婚して、ご主人がこのマネージャーになるわけですけれど、マネージャーから結構ですね、マネージャーであるご主人からも相当暴力を振るわれるんですが、
お前は要するに舞台でピアノさえ弾いてればいいのだと、で家に帰ってきたら猫みたいにそこにいればいいだけだというふうなことを言われたりとか、なんかこう自由を奪われる感覚の中に生きていた人のように映し出されていました。でお嬢さんのコメントがずっと折に触れて出てくるんですけども、今にして思えばその母の生活、まあ、ニナシモンの生活はまるで猿が舞台で芝居をして終わったらまた檻の中に入れられるような生活だったんじゃないかと、まあこれじゃあ神経を病むよなというような、まあ毎日だったんですね。しかしその彼女は晩年コンサートにも、ね、復帰し、ある意味で復活を果たすんですね。でも精神的には不安定な状況は続いていたと思います。薬がないととてもとても穏やかにはやっていられないというような極端な緊張感とか極端な感情の爆発とか、そうかと思うと極端な落ち込みとか、そういうのがこう頻繁にやってくるわけですよね。まあ今この時代に彼女が生きていたら、もしかしたらその彼女が実際に生きていた時代よりも少しは生きやすかったのかなとか思いながら、もう一度ゆっくり彼女の歌を聴いてみたいなと思いました。でここにちょっとあの歌を、出しておきましたけれど、これビートルズが歌っていた Here Comes the Sun という歌があるんですが、私はきっとこの歌を聴いて、あこの人のビートルズも面白いなと思って、とても何か気になったのかもしれないですね。もう一曲ここに挙げておきました。なんかね、こう前から気になっていた音楽家のその生涯というか、どういう人だったんだろうかということが分かって、なんかとてもありがたく思いました。自分の才能の開花、人からの期待への応答、さらに自分の心の中の自己発見と自己存在の肯定感、これはバランスが本当に難しいんだろうなと思いましたね。だからやっぱりこう能力があると思われる人がそればっかり求められるということの中で苦しみっていうのは本当に深いものがあるだろうなと思ったんですよね。まあでもね、見事な音楽を聴かせてもらえるというのは本当にありがたいなと思いつつ、でも彼女にとっては歌ってる時はきっとそのある意味の快感というか、それを味わったに違いないんだけど、歌い終わると絶望するというか、そんなことってきっといっぱいあったんだろうなと思いながら、何かとても複雑な思いがした時間になりました。でもまあニーナ・シモンという名前をちょっと紹介したいと思ったんですよね。今日も良い一日になりますように。それでは。Thank you.
しい。